外に出てる皆さん大丈夫ですか？雪は。私は今日はお家です。雪大丈夫。今日はゆっくりする日。昨日から鍋、一昨日かな、作ってて、それの余りで、じゃーん、キムチ鍋だったんですけど、それの余りでラーメンを作ったんですけど、ラーメンって言ってもこんにゃく麺なのでダイエット中でも食べれます。じゃーん、こんにゃく麺だよ、ラーメンじゃないよ。そしてトマト、そしてトマト丸ごと。美味しそうなトマト見つけた。初めて食べるトマト、カクテルトマト、おしゃれな名前やな、カクテルトマト。ラーメンは今我慢してる時期ということで、お昼をいただきたいと思います。いただきます。舞台おめでとう、ありがとうございます。うん、なるほど、めっちゃみずみずしい系トマトだ。昨日食べたのはめっちゃ濃いトマトだったけど、やばい。農林水産祭内閣総理大臣賞を取ってるよ、このトマト。やばいわ昨日のトマトは何トマトだっけ、ローマ字の誰かの名前みたいなトマト。タンパク質はめっちゃ取ってます。お肉めっちゃ食べてる。鶏むね肉入ってるし、鶏むね肉 200g 入れました。今日の朝いただきます。うん、キムチ鍋美味しい。しかもちょっとだんだんさ、水高足したり鶏ガラ足したりして次足してるから、もうキムチのほんのりしか感じないけど、鶏出汁が強い。いただきます。うんうん、トゥルントゥルン、こんにゃくだ、これはこんにゃくだ。でも麺美味しい、ラーメン食べてる気分。こんにゃくラーメン、これはこんにゃくラーメンです。ちょっとさ、キムチ鍋だけどちょっとすき焼き感、野菜ですき焼き感を味わいたくて、人参と、人参はあれだけど、春菊となんだっけ、椎茸を入れた、それだけですき焼き食べてる気分になる。コスパいい。お肉は鶏むね肉でもキムチ鍋、なんかいろいろ混ざってるけど何でも美味しい、鍋って入れたら。白菜本当に熱い。
何度やけどしたか白菜で。昨日からやけどしすぎてまひりました。リコピンが通常の4倍のトマトらしい。そうなんだ。それで内閣総理大臣賞。めっちゃいいトマトだ。リコピンって何なんだろうね。味の濃さではないよね。全然濃くないもん。こんにちは。カクテルトマト。鍋の残りってこんなんでさこんな美味しいんだろう。クタクタになって寄せ集め麺。鶏むね肉意外と美味しい。いつも鶏むね肉なんて買うことないけど、鶏もも肉が好きだから。でも脂質高いから鶏むね肉にしましたけど全然美味しい。好き。麺はこんにゃく麺。スバラーメンのワンついに買った。ニトリでずっと割れそうに なってるやつを使ってたの。ひび入ってるやつ。リコピンは美白効果らしい。リコピン毎日取ってるわ。しかも通常のトマトのリコピンの4倍。すごっ。このトマト。なんか最近ダイエットでコンビニ飯を買わないようにしてるだけで、すごい体にいい気がしてる。量的には全然普通に食べてるんですけど、太ってる気しない。この残りのキムチ鍋をさ雑炊にしたらめっちゃ美味しいけど、それだけはちょっと控える。ご飯入れてチーズ入れてキムチーズリゾットみたいにしたかった。でもこんにゃく麺入れただけでだいぶ汁吸っても汁がめっちゃなくなっちゃった。コンビニ飯やめると食費浮く予感。でも正直わかんない。それが浮いてんのかな。スーパーそうだよね。スーパーで3日分ぐらい買っても2,000〜3,000円とかだもん。絶対浮いてるわ。コンビニは高いのだと1食800円ぐらいでそれを2食だとして3日ぐらい食べたら、うん、ちょっと高いよね。
ちもその分手間がないっていうのはめちゃくちゃでかい。めんどくさいもん家で作って洗い物するの。もう今は時間あるからできてます。うん、鶏胸肉めっちゃ美味しいんだけど、ほんとパサパサしてるイメージだったけど、そんなことない。この鶏胸肉美味しいやつだったのかも。国産。昨日入れた豚バラもさ、今回の鶏胸肉も国産で選んじゃった。生意気。でも国産しか勝たん。実家帰った時にママとスーパー行って、なんかバラ、豚バラ肉とかをさ、国産じゃないの選んでるの見ると、え、国産がいいって言っちゃうけど、通らないけど、その意見は。シュッとして、シュッとしてきた。嬉しい。でもこの触った感じ、肉がね、熱くない。私顔本当にすぐ出るんだけど、むくみもあるかもだけど、柔らかい。とにかく安いもの選んじゃう。私もちょっと昔はそうだった。時間とお金のトレードオフ、かっこいい。なんかかっこいい。ママにお料理習ったりはしてない。したない。したことないかもしれない。ハンバーグは教えてもらった。ハンバーグ美味しい、ママの。ママのハンバーグはデミル、特製のデミグラスソースが、ソースが美味しい。本当に豚は海岸さん、海外産でもまあまあ美味しい。そうなの。豚バラの海外産結構癖強くない？なんか獣臭みたいな。メンバーとさ、鍋パしようってなってさ、お肉買いに行くときに国産がいいみたいな言ってる人いたらちょっと冷めるよね。だから自分だけのあれにしとく。一人の時だけのこだわり。一回ジンギスキャッツで焼肉パーティーしたときにそれ言ったら、え？みたいな顔されて。まあ安い方がいいなってなった。まあまあ高いアグー豚食べたらめっちゃ美味しかった。まあまあ高ければ絶対美味しいのよ。でも脂身苦手だから、いくら高くても牛とかの脂
苦手。ほんのりキムチ。一人の丼いいよね、軽いし。電子レンジ対応、最近電子レンジ対応が一重視したい。お皿でもお皿全部揃えたいな、ハンガーも全部揃えたいなとか言って結局揃えられないのが一人暮らしあるある。ちょっと前だったらこの後にアイスを食べていた。アイスが冷蔵庫の中に5個ぐらいあるのに食べてない。のうちの2個ティラミス、しかも2個のうちの1個のティラミス、どでかティラミス、こんなでかい。スーパーカップのティラミスが出ててめっちゃ美味しそうで早く食べたい。こんにちは。こんにちは。こんにゃく麺でこんなお腹いっぱいになるの幸せ。こんにちは。でもアイス食べる日は決めてる、自分の中で。今は我慢。ごちそうさまでした。なんか眉毛描いてないのにめっちゃ描いてるみたいに見える。剃ったら、眉毛サロン行ったらいい感じになった。メイクしてるみたい。眉毛してない、これ濃くない？それにしてはお部屋寒くない？寒いと思うけど、鍋じゃないラーメン、鍋、キムチ鍋ラーメン、キムチ鍋こんにゃくラーメン食べたら温まった。こたつも普通にあったかいです。今こんにちは。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 眉毛いい感じ。前髪が微妙すぎる。なんか前髪ですけど、昔のアイドルみたいな。ふわっとしちゃった。寝癖がついてて。冬は食べ終わったから皿洗い覚醒するまで時間かかる。え、めっちゃわかる。私お皿洗い時間空けてやっちゃうんだよね。お皿洗い時間空けてやっちゃう。やめたい。すぐに洗う人本当に偉いけど、偉いと思うし、絶対に絶対に 100%1000% その方がいい。何、なんか朝とかで、朝昼家にいるときは朝の洗い物は昼ご飯を作った後にもう洗い物が結局出るから、そこでまとめてやりたくなっちゃうんだよね。その方が効率よいくない、効率よいくはないけど、一回にまとめられて楽っていう。水洗いね、台所立ってるとさ、皿洗いしてると手荒れるし。
よりもさえまで見た。お、いや私あと3話2話ぐらい2話、いや11話が良すぎたんだけど、早くみんな見てください。寝る前にキッチン見たってな、いや私ね寝る前にやっちゃうな、もう全部終わってよし寝るぞって時に、でも朝起きてこれあるのやだなってなって仕方なく洗うんだけど、でもそれの寝る前に手が冷えるっていう、絶対に今じゃないみたいなタイミングで寝る前にやることが多い。やらなきゃって分かってるのに。美味しかった。鍋ってさ、なんか一回食べても食べると止まらない。今日で終わりかな鍋。一昨日の夜作って2日持たせた。だからお腹タプタプなのか。何回もついだし、ついたし、水をついたして味変えたから、なんかよくわからん味になってるけど、うまかったです。こんにちは。マジでお顔小さくなった。嘘でしょ、変わるかな。じゃあさ、出やすいのかな。なんかでもここがシュッとした感じするな。でも、まあ、ね、私って本当にね、昔からダイエットするとエラーもともとあるから、ここがシュッとすることになってよって、ここがより目立つの。だから太ってる方が顔の骨格的に合ってるのよ。ここに肉があった方が、ここがね狂気になる。エラが、鋭利な顎ここ痩せるのはねできるんだけど、多分エラがねやっぱ削るしかないよね。痩せれば痩せるほどエラがとんがってくる。左右差あるし、めっちゃ左の方が出てる、四角くて。でもこれはなくなりそうだな、このこれは。でもこれがなくなる、次ここの骨が出てくる。エリナ、エラ。今日さ、オリーブオイル角質マッサージをしたんですよ。だから肌が調子良い。食用のオリーブオイルを塗るんです、顔に、毛穴気になるところに。ここに一個毛穴が広がってるのが一つだけプツってあって目立つんですよね。今日のクマさんの服はもらいました、2年前ぐらいに。モコモコだから部屋着あったかくて、なんかホットタオル、蒸しタオル、タオルを濡らしたものをレンジで1分ぐらいチンして、熱々に湯気ムンムンの熱々にして、そのタオルを顔にこうプターンってつけて、蒸気で温めることによって毛穴が開いて、その開いた毛穴にオリーブオイルをべちょべちょべちょってつけて、綿棒で優しくマッサージして
マッサージして洗い流して洗顔して保湿、朝からパックした。肌もちもちだから今。でも保湿しすぎるものニキビの原因になる。アリブルバンのいつも肌綺麗なイメージ。そう基本綺麗だから、その一つ一個がめっちゃ目立つ。一個のこのニキビ跡と一個の毛穴。ベイビー肌になりたい。キコちゃんとかに会うと本当に毛穴の一つ、ニキビの一つもちろんなくて、ツルンツルンのベビー肌で本当に羨ましくなる。やっぱ何がダメだって、大人になると化粧をするから保てないんだろうな、その肌。髪にオリーブオイルはヤヒです。カエルじゃなくてヤヒ。ヤヒーチョ。ヤヒーはね、本当に本当に信じらんない。髪にオリーブオイル、今でもいいですよって、否定しないんです。オリーブオイルがいいってことを言い続けてるんですけど、アコキコと比べちゃダメか、小学生だもんね。でも金をかけたい肌に、お金をかけようって思ったんですよ私。今年、去年の1年、肌、お金かけて肌きれいにしようって。お金かけたらきれいになるからしようって思ったけど、なんかスケボーとか始めて、スケボーでお金使ってたらそんなお肌にお金かける余裕ないって思ってやめた。エステとかさ、1回安くて1万、1万なんてめっちゃ安いわ。1万7千とか、高くて3万いくらとか1回で。ただ毛穴の洗浄とかリフトアップのマッサージとかだけでそんなかかるんですけど、効果はあるんですよ。持続性はでも場所にもよるけど、結局続けて通わなきゃいけないから、永遠にお金かけたらキープできるって考えたらいけない。靴とか服でもお金かかる。そうなの。お金がない、本当に。でも口座を気にするのが嫌で気にしてない。どうしよう。でもなくなったら多分貯金を崩すことになるけど、やだ、貯金にたどり着くついてはいないまだ。ギリ貯金一回もちゃんと一回も使ったことない。何か大きい買い物しようって思って、二十歳になったら貯金崩してなんか大きいの自分で買おうって思ったけど、結局買ってないし。あ、お財布買ったけど、切り崩さずに溜まってたやつ、貯金じゃない方の溜まってたので買えた。今自分がどれぐらい溜まってんのか全然知らない。
大して溜まってないけど、実家にずっと置いてて全然把握してないんだよ。でも把握したら多分すごいショック受けると思う。ため、あ、そうだ、使ってないけど税金とかそっちから払ってるから多分本当に溜まってない。絶対に溜まってないから見たくない。税金高いもん。そこから払った一気に。卒業した時にはする時にはさ、あ、こんなに溜まったんだって思って卒業したいけど、多分溜まってない。ここ数年は貯金を繰り返す生活。え、すごくないそれ。数年貯金を切り崩すってどんだけ頑張って貯めてたんですか。それはすごい。貯金で数年生きていけないよ普通。どれぐらいなのか知らんけど スケートボードうまくいってます。うまくいってるけど雪のせいで全然練習できなくて、もう行きたい、パーク行きたい、東京行きたい、東京行ったら、東京、今東京行ってもない、あれか、話がリアルすぎるね。これぐらいにしとこう。トマトが目の前にあるから食べたい。あ、でっかいの選んでた。食べるかな。めっちゃでかい。いただきます。東京めっちゃ晴れてる。え、行こっかな、スケボーしに。新潟のスケーター本当に辛いですよ、冬は。2回目の冬ですけど、スケート始めて、始めたばかりの頃はしょっちゅう村上に通えてたけど、最近行けてなくて。行きたいんですけど行けてない。行きたい、え、行きたい、めっちゃ行きたい。もう最近ほんとチャレンジしすぎて毎回怪我するから、ちょっと公演前とかはやめとこう。行った方がいい。新潟は余裕で雪です。吹雪いてます。今日もずっと風強いのに積もってるから相当雪降ってる。スノボーね、今年はスノボー行きます。6回ぐらい行きたい。でも実はもう1回行った。でも埼玉の友達と、もう毎年来てくれるんですけど、冬にスノーボードとかスキー一緒にしに、その子がもう大学4年生でも卒業の年で、時間あるからって言ってるから、もう行きまくりたい。絶対行けないけど、行きまくりたいって思ってるだけで絶対行けないけど。新潟のスケーターさん冬はスノーボード、いや意外としない人が多いです。周りのスケーターの人は、なんかやっぱスケボーが好きだから、スノボーも遊びでやってはみるけど、やっぱスケボーってなるらしいし、スノボーの方がむずい、スケボーから してる人からしたら。スケボーは足にくっついてないから
怖くなったら逃げれるんですよ。その分あざとかはできるけど、その場逃げれないから、あざとか内身とかではなく、ひねり、足をひねるとかそういう怪我があるのが怖い。内身とかあざだったらなんとか痛みを耐えながら滑れるけど、ひねってしまったらスケボーするにも痛い、怖い、痛いから。何が違うんだろう。耐え方、溜め方。スノボは常にカーブするにもずっと耐え、足膝曲げ耐えみたいな感じだけど、今日はスーッて行って耐えて技して耐える。いや一緒か、スノボも。スノボはできなかったのよ去年まで。でも今年一回行ったらできるようになった。180できた。あのスケートボード TV のあの企画でやってた180フラットで、だけどジャンプはしてないけど、このスーって滑りながら180で180度くるってして、でスイッチして進むっていうのスノボでできた。あとスケボーで練習してる逆、こっちがフロントサイド180でこっちがバックサイド180なんだけど、進行方向こうで、レギュラーで、こっちがフロントサイド180でこの進行方向あって、こっちがバックサイドなんだけど、スケボーでできないバックサイドがスノボーでできた。でもなんかスケボーとスノボーのバックとフロントのなんか根本が違うみたいならしいけど、ちょっとよくわからない。でも180って誰でもできるらしい、チャレンジしないだけでもっといろんな技できるようになりたいな。いやでもスケボースノボーにはまってしまったらスケボー以上に大怪我しそう。でも今年の冬は雪もたくさん降ってるし、ワンチャン4月の頭まで行けないかな、スキー場。4月頭無理か。3月中旬ぐらいに、一昨年ぐらい行った時本当に雪なくて怖かった。その一昨年の雪めっちゃない年の3月に初めてスノボをしたんですよ、私人生で初めて。でその時が友達と2人で、友達も初心者で私も初心者で、雪が全然ないから上級者コースの上の方にしか行けなくて、リフトでもうぐんぐん一番高いところまで上がって、初心者で板もボードの靴の、あの靴のセッティングもしたことないような女の子2人が、なんだっけその時マイコ、しかも結構レベル高いパーク劇場だったんだけど行ってしまい、もう死にながら帰る、泣きながら。チャレンジャーだよね、行くしかなかったのに。だって初級コースが雪なくて、もう田んぼだったの。普段スキー場で雪があるはずのところが、もうスキー場の下ってさ、普通にコンクリートとか道路とか、雪がない時は車通れるような場所なんですね。
初めて知った、それ私一昨年雪のないスキー場を見て、普通に田んぼとかあって、えガチ道路とかあった、えそこに雪積もってんだって、えどこだっけな、そこ本当に雪なかったの、その年。恐ろしいな、普段車が通ってるところに上に雪がもう何十、10メーターは、えでも10メーターぐらい積もってんのかな、それで上達したんかな。いや一切せずに終わりました。半日ぐらい滑ったけど、上級者の友達に一番高いところまで連れて帰って転がりながら降りてきたことある。怖いよね、あの横にしてさ、ギーギーギーっていうブレーキの仕方もわからないで行ったから、ちょっとでも縦になろう、立ち上がろうとしたらもうグーってシューンって行っちゃって、転がってお尻打って終わるっていう。でもなんとかブレーキだけ覚えて、一番上級者コースの一番高いところから下まで全部これで行った。真横のスースースー、もうこうなるともう上級者コースだから縦乗った瞬間プシューって行っちゃうから。赤倉のスキー場なんだっけ、赤倉そのリゾートみたいな。新潟ありすぎじゃない、ヨーグルト食べたい。でも朝食べた、甘いもの食べないと、ヨーグルトが甘いものとして満たされるものだからめっちゃ食べたくなるけど、ヨーグルトも太るよね、食べ過ぎた。血を効かせるっていうの、赤倉広瀬香美さんが常連客、そうなんだ。会いたい。絶好調な冬の恋スピードに乗って、最高潮を揺れるハートギャルナーで恋したい。滑らなくてもスキー場やグルメや温泉目的で行きたい。スキーやった後に温泉入れるの最高だよね。去年一回それやって、いやでもすぐ湯冷めしたな。グルメはね、寒くて運動した後に食べると何でも美味しい。正直美味しいよね。もつ鍋とかめっちゃ美味しいよね、スキー滑った後。スキー場で滑った後に越後湯沢の駅で屋台がめっちゃ出てるじゃないですか、このシーズン。そこで何か食べながら帰るっていうのが楽しみだった。楽しみ。
毎回さ帰り信玄餅、五平餅、あそこの五平餅が越後湯沢駅にある五平餅が本当に美味しそうで食べたいって思うんだけど、スキー滑り終わって帰ると五平餅の気分じゃなくなってるんだよね。絶対寒すぎてもうもつ鍋、もつ煮がいいってなる。2回ぐらいもつ煮食べた、帰った五平餅食べたいな。高倉高原スキー場に毎年夜行列車で行った。夜行バスからのスキーはきつくない？すごい。スケボーからの温泉も気持ちよさそう。スケボーからの温泉したことあるけどもう最高です。てか帰ったら寝るだけっていうのが、もうスケボーしてる時は気づかないけど、終わってからめっちゃ疲れて食欲もなくてってなって温泉行って休んで帰って寝るだけってめっちゃ素晴らしい。温泉の良さは結構そこ、帰って寝るだけ、ちょっと着替えて寝るだけ。旅行行きたいな。温泉入って部屋でご飯食べてまた温泉入って戻ってきて寝て朝温泉入ってご飯食べて、温泉入って家じゃなくて温泉入って旅館で寝るっていう、めっちゃいいよね。したいな。できないかな。3日休みが あればできるって思うけど、その休みが直前だと旅館の予約が取れない。基本1ヶ月前にスケジュール分かることないから、行きたくても予約ができない。だからいいところとかは行けない。旅館の敷布団で寝たい。でもさ、キスしそうでしないキスの MV 佐渡でさ、なんか旅館みたいなところだったんだけど寒すぎて旅館自体はすごく綺麗で、すごい温泉とかもあってめっちゃ充実してたんだけど、なんか なんでか分かんないけど、雪国で使うようなファンヒーターみたいな、壁にひっついてるじわじわ暖かくなるタイプのヒーターあるじゃないですか。あれがついてるのになんか 全部の部屋全館休止中みたいな感じで、まあエアコンはあったんだけど、エアコンでは限界がある寒さで、もうめっちゃ寒くて寝る時も顔めっちゃ冷たいし、朝起きたらもう氷、自分氷かと思うぐらい寒くて、部屋の中でダウン着て過ごしてた。あの出走でしないキスの MV の時、みはると一緒に、みはると2人部屋だった、4人部屋だったんだ。で上と下分かれてて、上がみゆみゆとひのちゃんで、下がれいなとみはるで、まあ2階建てだから部屋が同じ部屋って言っても22なんですけど、めっちゃ寒かったけど楽しかった。温泉あったし。でもさ、今あんまみんな温泉行かなくてさ、私一人で行って、そしたら2期しかいなくて、2期8人ぐらい、私一人で温泉入ってた。1期生はね、あんま温泉行く人いなかった。ハートありがとう。指つき指してからずっと痛いんだけど、こっちで痛い。
でもその頃別にニキに溶け込んでるとかない時だったからちょっと気まずくて、やばい私めっちゃニキに囲まれてるやんって、先輩一人気まずって感じだったけど全然大丈夫だった。ヤヒがニヤニヤしてリナさん、リナさんと一緒にお風呂みたいな感じで怖かったぐらいかな。隣で洗ってたんですけど、ヤヒがなんかすごい見てくるなってめっちゃ見てくるなって思いながら平常心でいました。あと誰いたかな、マッシー、青、ひのちゃん、ゆめ、ゆなこもいなかったな。なんかあは個人的に青ちゃんとお風呂入れたのが嬉しかった。実は青ちゃんって人と入らなそうじゃん、なんか意外と。風が強い。でも停電とかにならなくてよかった。結構覚悟してたんだけど、みんな停電なった地域あるのかな。じゃあ15分になったら終わりたいと思います。マイナス10度トレンド入り、札幌やば。え、前見えないやん、これで運転してんのえぐい。列車も真っ白やば。え？え？水。氷を溶かすために水をかけてる動画で、水をかけてるのにその流した水が一瞬で凍ってる。えぐいんだけど札幌、みんな大丈夫？本当に心配。新潟はじゃあまだそんななのかな。停電とかしてない。あ、でも中国で約200、結構停電してるところ多いんだ。みんな気をつけてね。寒くなってきた。鍋食べ終わったら、こんにちは。宮晴れいいな。埼玉行きたい。ブリーチして髪質変わりましたか。まあ多少は傷んだというか、櫛が絡まるようにはなったけど、まあ、キューティクルは消えなかったかもしれない。昨日家でトリートメントしたから珍しく今日サラサラ。名古屋地方にも雪が降ってきて、降ってきた？そっちの方も降ってないと思ってた。劇場半袖短パン、まあそうね、どうせ濡れるしいいと思う。劇場は暑いし、でも昨日研究セコイにできたから今日もきっと
今日だね、明日も大丈夫だよね。公園、明日公園だ。新潟市雪よりも道が凍ってて怖い。それ怖いよね。スリップしてツルツルって本当に、もう本当に安全のためにスピードは出さずに、もうなんか10キロとかで進んでたらしいよ昨日とか言ってた。車運転してる子は渋滞してたのもある。でもそれぐらい本当にスピード出さずに安全運転で、普段だったら10キロはちょっと捕まっちゃうけど、この逆にもう今回の大寒波は相当じゃない。新幹線動くか心配。新幹線は止まらないんでもね。電車は止まってんのかな結構。吹雪の中除雪してきた。お疲れ様。寒い。スキーウェア着てやったらやる方がいいんじゃない。寒い想像しただけでお疲れ様。みんな安全に行こう、安全に行こう。え、今朝新幹線止まってたの？新幹線マジ風強かったもんな。でね、雪道運転したことないんですよ。親が雪降った時に来て運転してるの見て、でもめっちゃ怖かった。スリップしてて。でも新潟にいるからにはちょっと経験したいけど、今日もさ、こんな雪の中運転して仕事し向かってる人がいるのかって思ったら、本当にみんなお疲れ様、頑張れって気持ちになりました。ないよ。高速道路、高速道路が規制かかってたよね昨日。寒くなってきた。着る毛布。部屋の中で足と手が冷たくなるの本当に嫌だ。じゃあそろそろ終わりにしたいなと思います。ゆっくりしちゃった。めっちゃご飯食べて、春待ち遠しいですね。お誕生日に舞台に、スケボーも外でできるし、スケボーのイベントできたらいいな。楽しみなことがでも待ってるので頑張りましょう。頑張る。みんなお仕事頑張ろう。寒い。花粉、うわ花粉の存在忘れてた。そうだった、嫌だな。毛布かぶってたら下はくびれちゃいました。暖かそう、暖かそうに見えてめっちゃ寒くて寒いです。じゃあスクショします。肌白くない今日。真似してないのに。クマが
る？もしかして。オッケー。じゃあランキング読んで終わります。13位いのちんさん、12位サバサンドさん、11位マス先生、10位ふわふわさん、9位ボイドさん、8位竹めぐさん、7位ヒンジさん、6位りっくん、5位ぬっくん、4位ビッグラブ子さん、ビッグラブ子、3位赤シャチさん、2位聖地レナ下がっても心配ですさん、1位しゅうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。みんな雪に気をつけるんだよ。外出に気をつけて、お仕事に、勉強に頑張ろう。